アレクサンドロスによる、ヒュダスペスとかアレクサンドロス軍、ポロス軍ヒュダスペス下半の戦いは、紀元前326年に行われた、アレクサンドロス三世率いるアルゲアス朝及び、インド諸公の連合軍と現代のパンジャーブ地方、一体の領主で、パウラが属主長であったポロス率いる、反アレクサンドロスインド諸公軍との戦いである。ヒュダスペス側の戦いとも称される。 アレクサンドロス軍にとってガウガメラの戦い以来となる戦像を要する軍との対戦であり、アレクサンドロスにとっては最後の主要な一戦となった。ペルシア帝国を滅ぼし、ペルシアの残党をヒンドゥク州で討伐したアレクサンドロスはインダス川を渡り、インドに対する進攻作戦を開始した。 アレクサンドロスがこの時に率いた軍勢は13万5千や4万千や4万6千と市場により差があるが、いずれにしても大軍であった。アレクサンドロス軍は、インダス川とヒュダスペス川の間にある町で最も大きな規模を有し、ガウタマシッタールタがたびたび治療に訪れ、ギリシアにも名が届いていたタキシラに入り、タキシラの主張、アーンビラの歓迎を受けた。 タキシラでしばらく過ごしたアレクサンドロスであったが、ヒュダスペース川からアケシネス川に至る一帯の支配者であったポロスはヒュダスペース川近くの領主であったスピタケスラと共にアレクサンドロスに対抗する姿勢を見せてアレクサンドロスによるヒュダスペース川の渡河を阻止すべく軍勢を率いて対岸に陣を構えた。アレクサンドロスは インダス川を渡った際に使用した船をすべて解体した上でヒュダスペス川まで運ぶように命じて到着後に再度組み立ててヒュダスペス川沿いに並べた。また、アレクサンドロスも本人をポロス軍の対岸に構えた。ポロスはヒュダスペス川の川幅の狭いとかの容易な地点を中心に警備の物体を配置したのに対して、 アレクサンドロスは自軍を複数に分けてヒュダスペス側の至る場所に襲撃、または偵察として派遣し、ポロスの目先を逸らす作戦をとり、ポロスをアレクサンドロス軍の動きに惑わされて、一箇所に集中して対応することが難しくなった。とはいえ、アレクサンドロス本人の近くより川を渡ることは、対岸に戦像部隊や多数のポロス軍の兵士が陣を構えており、 極めて困難であることから、ポロスの本軍を牽制させるために、本軍の指揮をクラテロスに任せて、自らは五千を超える騎兵を率い、その他に不評部隊らを伴って、本陣から百五十スタディア離れたヒュダスペース川が湾曲した地点より川を渡ることに決めた。戦いの行われたアテナイ歴の無抜きの時期は、インド全体が雨季に入り、ヒュダスペース川の水源となる、 カフカース山脈の雪が溶けることで川の水量も多くなっていた。また、アレクサンドロスがトカを試みた日は、激しい雷雨の中という悪天候であったが、逆に、ポロス軍に動きを悟られにくくなったこともあって、警戒を切り抜けて川を渡ることに成功した。アレクサンドロスのトカに気づいた、ポロスは、自らの息子に軍を与えて、これに当たらせたが、アレクサンドロス軍は、 ポロス軍に勝利を収め、ポロスの息子は戦死、多数の戦車が打破された。これにこうして、対岸のクラテロス率いるアレクサンドロス本軍が、ヒュダスペスを渡る構えを見せたが、ポロスは一部の守備隊を残すとともに、その残りの全軍を率いてアレクサンドロス率いる軍との決戦に向かった。両軍の婦人図、アレクサンドロス軍、ポロス軍ポロス軍は、軍中央の第一列に、 戦像、軍中央、第二列、軍左翼、右翼へは、不評部隊、最左翼及び最右翼へは、騎兵部隊、騎兵部隊の前列に、戦車部隊とする陣立てを取った。アレクサンドロス軍は、ポロス軍中央の戦像部隊との直接衝突を避けて、自らは、騎兵部隊の一部を率いて、ポロス軍左翼を攻撃、転進した、ポロス軍左翼をアレクサンドロス率いる。 騎兵部隊が追撃しつつ、アレクサンドロス軍の別の騎兵部隊が、ポロス軍左翼の後方に回り込んで、これを包囲した。包囲により、ポロス軍左翼不評部隊は、戦像部隊が属するポロス軍中央へと交代し、ポロス軍も中央の戦像部隊を、アレクサンドロス軍騎兵部隊へと差し向けたが、待機していたアレクサンドロス軍の不評部隊がこれを迎撃して、 戦像の足及び像使いに的を絞って攻撃した。この攻撃を受けて、戦像が混乱をきたして、ポロス軍、アレクサンドロス軍の陣営に関係なく暴走し、戦像の近くで戦っていたポロス軍に大きな損害が生じた。暴走した戦像は体力が尽きるのを待っていたアレクサンドロス軍不評部隊によって無力化された。ポロス軍は騎兵部隊。 不評部隊ともに、アレクサンドロス軍に打ち破られて退却したが、この戦いの数勢に合わせてヒュダスペス川を渡っていた、クラテロス率いるアレクサンドロス本軍が敗走する、ポロス軍を追悼して、多くのポロス軍兵士を殺戮した。ポロス軍は、ポロスの二人の息子及び、スピタケスを含む、兵士一万二千が、戦士九千が、捕虜となり、戦車もすべて破壊された。 一方のアレクサンドロス軍の戦死者は、不評4000、休兵200であり、他に8000名近くが戦死もしくは負傷した。ポロスは自ら先祖を操って奮戦したが、アレクサンドロス軍の捕虜となった。アレクサンドロスは、ポロスの降伏を受け入れて、ポロスの優先ぶりを評価して、今までの所領以上の領土を与え、一体の支配者として認めた。ポロスも、 アレクサンドロスのインド転戦中は数々の戦いに参戦した。戦像を攻撃するファランクスなお、ヒュダスペスカファンの戦いを記念してアレクサンドロスは二つの町を作った。一つはアレクサンドロスの軍馬でこの戦いで死亡したブーケハラスにちなんでアレキサンドリアブーケファリア、もう一つは勝利の女神ニケにちなんでアレキサンドリアニカヤと命名した。アレクサンドロスは ヒュダスペスカファンでの勝利に続いて、さらなる進軍を目指したものの、先のインド軍が、騎兵8万、不評20万、戦車8000台、戦像6000を用意して待ち構えていると伝えられたことや、アレクサンドロス軍の損害が大きかったこと、兵士が、暴挙の念に駆られたこと等の理由によって、マケドニア及び、ギリシア出身の兵士はそれ以上進軍しないよう、懇願した。 アレクサンドロスは兵士らを説得したが、結局は兵士らの意見を組んで、バビロンへの帰路に着くこととなった。両軍の戦力について、アディアノスによると、ポロス軍の戦力は、騎兵4000、戦車300、戦像200、不評3万、死傷者は、ポロス軍が、不評2万、騎兵3000が戦死、アレクサンドロス軍が、不評80、急兵10、 騎兵220となるが、当記事では、英語版ウィキペディアが採用しているプルタルコスらの記述に基づいている。ハーボトルエスタマッツアズ、ハイアズ13万5000ソルジャーズイントータルハット、ウェルマンエスタマッツ4万1000ソルジャーズイントータルハット、グハエスタマッツ4万6000ソルジャーズイントータル、アッディアノス、アレクサンドロス統制機5.8アッディアノス、 アレクサンドロス統制記号 .19 アディアノス。アレクサンドロス統制記号 .9 から11。プルタルコス。英雄伝。アレクサンドロス62アディアノス。アレクサンドロス統制記号 .15 アディアノス。アレクサンドロス統制記号 .18。プルタルコス。英雄伝。アレクサンドロス62。ありがとうございます。